皆さんこんにちは、こんばんは。今日は J2 34節、岡山対草津です。まあ、スタジアム寒いと思ってたら結構あったかいです。しかもたくさんお客様来ています。今日も相変わらずドネルケバブを買って、ドネルを食べながらの観戦、勝利を願ってまいります。今日は一人ぼっちの観戦ですが、誰か仲間がいないかなと思っております。ザスパ対岡山、岡山県からもたくさんのサポーターが来てくれています。桃太郎さんが彼らのチームチアソングみたいですね。桃太郎さん、そしてザスパはもちろん草津節でございます。さあ、もうすぐ試合が始まります。楽しみに。まあ、観客の入りはどうでしょうか。まあ、サポーターの数は、まあ、若干2割ぐらい少ない。観客席はまあそうですね、雰囲気的に、観客は今日は3000というとこかね、3000いかねえかな。まあともあれ、熱い試合を見せてもらいたいと思います。いつもこのスタンドの一番てっぺんからはあの赤木大通りが赤く映し出されていますが、今日は曇って見えません。さあ試合を楽しみます。やっぱりサッカーは冷たくたってやっぱスタンドで見なくっちゃ。今日は伊勢崎市からプレゼントがあるみたい。いいっすね。あ、野菜だ。さすが東赤堀。美味しい野菜ですね。